皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃいますか。最近、ライフスタイルマガジン L のロシアのメディアプラットフォームザガールが、ステージでもランウェイでもクールな K-POP スター、という記事を掲載しました。この記事では、音楽とファッションの世界で K-POP アイドルが持つ絶大な人気と影響力を強調しています。記事で最も目立った名前の一つは、 音楽とダンスにおける並外れた才能と官能的なスタイルで知られる BTS の V です。記事によると、V のような K-POP アイドルは音楽のステージだけでなく、世界的なブランドも征服しています。BTS の V は、人気音楽メディアとファッション界を征服するトップアーティストの一人であるという声明で、最有力候補に選ばれました。メディアはまた、 ボルトが2つの高級ブランドのモデルとして自然に自分自身を表現でき、各ブランドに美的喜びをもたらすアンバサダーになれることを高く評価しました。L の記事は VBTS を称賛しただけでなく、V がメインモデルを務めたセリーヌやカルティエなどのブランドキャンペーンの写真や動画にもファンは大喜びでした。数時間にわたるブランドキャンペーンの一環として撮影されたこれらの動画は、 ファンがこれらのブランドの新製品を購入したいという欲求を高めることに成功しました。さらに、パリファッションウィークを特集するフランスの週刊誌パリマッチは、VBTS をセリーヌ・パリファッションウィークイベントのメガスターと呼びました。V がセリーヌブランドのアンバサダーになった後、ブランドの売上成長率は51%増加し、ファッション界における V の大きな影響力を示しました。 ファッション界における部位の存在は彼が代表するブランドに良い影響を与えるだけでなく、世界的なアイコンとしての地位を強化します。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。